ティーチャー大和の X ラジオ。苦しい夜まとわりつく傾向と Hi everyone, my name is Yamato X, the Prep School Teacher, Singer, Songwriter from Osaka, Via Tokyo, and living in Shonan District. ここ日本言うてニャーということで、あらーっていう、いやいや冗談です、ありがとうございます。そうです、今月の7月のマンスリーアシスタント久々のこの方です。はい、ヨッシーです、よろしくお願いします。ヨッシーさんでございますよ。いや、お久しぶりでございます。 すいません、にゃーとかやらそうとしてしまって、そんなアホなことをね、こんな上品なヨッシーさんに。いやして、すいません、うん、いや7月ですね、うん、七夕ですよ。そうですね、ね、うん、ようやくもうなんかもう本当の夏が来たって感じですよね。ね、なんかもうどうでしたか、久しぶりですけど。あ、この間ね、あの、ちょこっと出させていただいて、はい、ちょっと来ていただいてありがとうございます、はい、うん、なんか近くでね、お仕事だったようで、うん、そうなんですよね。はい、そうなんですけど、うん、どうでしたか。やっぱりね、なかなかね、外に出れないご時世じゃないですか。はいはい、だからちょっと料理をね、お、ちょっとレパートリー増やしたいです。え、ね、うん、レパートリーを増やしたりってことはもともとあって、レパートリー、いや3つぐらいしかなかったんだお、5個ぐらいまで増やしました。おー、2倍に近い、はい、はい、100個200個とは大違いでもすごいすごいじゃないですか。そうなんですよ。へー、うん、増えた肉は何なんですか。唐揚げ。ほう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 、とんかつ。おお、揚げ物だらけで。そうなんですよ。あ、そうなんですね、はい、へー、そういうことをやっぱり、うん、ステイホームでやってるんですね。そうですね。いやー、すごいですね、うん、まあ何かしらのそういうコロンでも立ち上がれと、うん、いうことですよね。そうですね。いやいや、そうですか、なるほど。いやいや、まあ実はね、はい、まあ先週ね、ちょっとこう 先週まで、うん、先月発売の6月9日発売のアルバムロックの、おお、ありがとうございます。改めて、いや、聞かせていただきましたけど。あ、そうですか。もう全曲素晴らしいですね。またそんな、いや本当に素晴らしい。いや耳に残りますよ。あ、うん、そのロックな曲ばっかりやからね。もう、うん、いやいや、ありがとうございます。いや、まあその話もしたいんですけどね、うん、まあいつも通りあのいろんな話をっていうことなんですけどね、うん、まあ先週ね、うん、ちょうどそのロックの全曲紹介が終わった次の週で、はい、まあちょっとこうコロちゃんのこの時期に、うん、スーツケースのコロコロちゃんが取れた話をしてたんですけど、ありましたね。そうです、そうです、うん、あ、聞いていただいたんですね。聞きました。あ、ありがとうございます、うん、それは、うん、すみません、いや今日呼ばれると聞いて、急遽聞いていただいたとは思うんですけどもいや、ありがとうございます。それでね、まあ、それでね、まあ、二輪、うん、まあ、先週のやつ、まあ、聞いてほしいんですけどね、 YouTube の方でもやってるんですけど、はい、まあ、二輪のやつがぐちゃぐちゃになったから四輪にしたら、四輪の方が余計取れやすくて、うん、でまた二輪に戻ったというような話だったんですけど、はい、その二輪のやつがね、うん、なんていうのかな、金具が横からピンと出てたんですよ。で、あのコロコロがまだ生きてる頃にね、うん、で、その D の形に片方がなる前にですね、はいはいはい、大文字の D の前なんですけど、その、うん、こう引っ張ってると金具が飛び出てガリ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 って言うんですよ、うん、で俺、まあ、言うんやな、経年劣化やなと思ってそのままやってたの、うん、そしたら、まあ、連れがいた時にね、後ろから綾本さん火花出てますよって言われたんですよ嘘つけと、うん、気持ちやろって言ったら、いや、ほんまに火花出てますそんなわけないからって言ってやっても、自分からそんなわからへんねんけど、うん、ちょっと貸してくださいってこうやりますよってさーってやったら、バチバチって火花が飛んでるんですよどういうことなんと思って、うん、で、後で見たら、こうなんか、なんていうのかな、こう、そのスーツケースのこうを守る、そのなんていうのか、全体の枠みたいなやつが切れて、ピンってこう
飛び出てたのよ、金属の棒みたいに、うんうん、でそれが地面に擦れて火花散ってて、あでそのあこれかと思って触ったら熱っと思ってめっちゃ熱かったの、うん、でまあそういうねちょっとやばい状況までまあ使ってまあ良かったと思ってあの四輪に変えたんだけど結局もう一回さらに使ったことになってんけどね、あうんその時はもう火花のその元のそれをもうグリグリっと折って、はいはい、もうピキンって、うん、取りましたけどね折ってそうそう折ってねしゃあないから、うん、やりましたけどね、うん、まあなんかそういうね結構その旅行に行くんでね、はい、いろんな話があるんですけど、あ旅行で言うと、うんまあちょっとホテルの話でねこれしたいんですけど、あぜひぜひ、いやいやほんまに、まあ、火花にかけましてね、うんまあ、とりあえず曲の時間ということで一旦曲に行かせていただきますけれども、はいはいアルバムロックからですね火花にかけまして、うん、恋花火提灯灯れば花火の名残が川面に流れた溢れる思いも夏に紛れて玉や人混みの中ずっと繋いでた君の手が汗ばんで橋の上から見上げた空に幸せを祈ってた会議、はい、を聴きいただいておりますのが、うん、私のアルバムロックから恋花火でございますということなんですけど、これはね、うん、まあニューアルバムに入ってますんでね、サブスクリプションはまだだというふうに思ったんですけど、実はここでちょっとバレるかもしれないけど、知られないですけど大発表させていただきますと、はい、このアルバムロックの全8曲がですね、この7月から全世界のサブスクリプション決定、ありがとうございます。この曲をね、はい、含めヤマトエクススターの全曲はですね、はい、Amazon、Apple、iTunes、Google Play、YouTube、Spotify、LINE Music、レコジョク、D ヒッツほかサブスクリプション全30社以上で定額無料で聴けます。わーおー、ね、すごい、うん、いやーありがとうございます。神々ですね。いやいや素晴らしいです本当に、うん、湘南よりもうまかったと思いますこれ昔の話を盛り出すなよ久しぶりですね、ということなんですけど、そうなんですよ、それがねようやくなんですよ、うん、サブスクリプション全世界でね、うん、ただまあね逆に言うとCD 買わなくていいので売れないといういやでも世界デビューと一緒ですからね。あらまた素敵なことを言って、あそうですよね、はい恐縮でございます。いやいやいや気を引き締めて頑張りますんであそうですそうです、ついでに言っておきますけど、はい、この番組をですね、うん、まあ、ラジオ番組としてね、うん、例えば、まあ、うるさいだけじゃちょっとダメだというようなリスナーの声も実はありましてですね、そのちょっとねこの今月から、うん、はい、新たなコーナーとかを設けたりね、うん、でいろんなこう新しい思考でそのやっていこうと思ってますので、うん、ぜひお楽しみくださいということなんですけどね、うん、まあそれでね、でもまあ一応ネタとして話しますとね、はい、ホテルの話なんですけど、まあ、これ4月の後半にちょっとまあミッドナイトランナー2万警察っていう日テレのね、はい、ジャニーズ枠のドラマの私共感役で、あそうやこれがねこの間6月の末から始まってますんで、あ皆さん、はい、そうです土曜日のね夜10時見てくださいと、共感役で、まあ、1話には結構映ってたんですけど、あんまりそれ以外にはもう最近ね他のことが忙しくて出てないんですけど、レギュラーを準レギュラーやったから驚かされたんかなっていう感じなんやけど、うん、まあそれはおいおいということでなんですけど、
そこで泊まったその、青梅エリアのね、うん、ホテルの話をねしてたんですよ。はいはいはい、すごいこう騒音のホテルとかね、うん、あの変なおっさんのいるホテルとか、まあ、いろんなネタをしてたんですけど、うん、まあまあ、ティーチャーヤマトで見てほしいんですけど、それのまた別バージョンでね、はい、川に川辺と書いて、難しい方の川辺と書いて、壁駅っていうところの近くに、うん、まあ、ホテルがあるんですよ。はいはい、まあ、シートでもしましょうかね。うん、まあ、そのホテルにまあ泊まったと。うん、これはその前にネタにしたやつよりも、ちょっと500円か1000円ぐらい高いんですけど、まあ安いんですよね。うん、もう泊まりますよね。うん、ほんで、もう正直期待してないですわ。はいはい、まあ、まずエアコンがくっさいんですよ。ありますね。まあ、あるよね。うん、古いところ。うん、ほんでバスタオルはもちろんあるんだけど、うん、バスタオル置きっていうのかな、こう、うん、上の方に、ね、上の方にあるやろ、うん、あれがまずないねん。おお、うん、だからどうするかって、トイレの上のなんかこう蓋みたいなところに置かされるわけ、うんうん、それ以外ないもん、濡れるもん、うん、と思って、まあええや。で、卓上の電気スタンドがあんねんけど、はいはい、つけるとパカ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 するんですよ。パカパカってのはついたり消えたり、ついたり消えたり。でこれって、うん、よくまあ、種切れとかね、うん、そういうのやったら分かるんやけど、違うのよ。なんかわずかな揺れでね、パカパカパカってなるのよ。どこが緩いわけでもないねん、なのに、うんうんうん、全部閉めてもそれやねん。なんやこれと。ほんでね、ティファールのね、こう何、お湯沸かすやつがあんのよ、うん、いや、おー、それはええやと。ティファールがね、はい、4分ほどかかるんですよ。遅い、ね、遅いね。うんうんうん、なんでこれ。どういうことなの。大きさは普通のちっこいやつ、むしろ4分、ティファールで4分おかしくない。おかしいね。ティファールは絶対早いのが売りやんか、うんうん、すぐできたよっていう。俺これ2ボルトとかかなと思ったぐらいでね。、うん、いや、そんなありえへんでしょ。うんうん、ありえないね。うん、ほんで、あのティファールが遅いなんてと思って、うん、思ったよと。ほんで、あとね、メモ用紙ってあるんじゃないですか、うん、たまにね、うん、あれしっかりしてるやつとか、まあ、それがまずね、数枚しかないんですよ。うん、まあまあ、それはよくあんねん、いいやと、別にメモ用紙1枚やったら使うけど、あんまり2枚以上使ったことないからいいやと。うん、でメモ用紙の横にペンあるじゃないですか、うん、シャーペンなんですよ。ああ、まあ、うん、シャーペンが置いてあったと。いや、これ、うん、俺なんかこう何、ツッコミドッキリさせられてんのかなぐらいの感じでね、うんうん、これシャーペンやんって言ってほしいのかなぐらいの感じだったけど、ほんでまあまあまあいいやと、まあ、シャーペン、まあいいやと、面白いよと。でネタにしたらと思ってね。で、うん、シャワーかかるんですよね、うん、そしたらシャワーが、これどう言ったらいいのかな、最近はシャワーって、うん、要は湯量の方とか、まあ上下のカランと上下のやつと温度調節別々のこと多い、うん、ところが赤と青しかないんですよ。あ、昔のタイプのね。そうやね、うん、ほんでこれのその調節を自分でしてちょうどいい湯加減にするみたいな、うんうん、で、まあ一応ちょうどいいのにしてたんですよ、うん、ほんなら、その最後ちょっと俺、いつも水をちょっと浴びるんですよ。ほんで、水を増やしたんですよ、うん。これ間違ってない。絶対水増やしたら、ジャーって増えたから、うん、ああ、来たと思ったら、うん、熱なりよったね。こう、おかしない。それは逆なのか、ね、違うね。ちゃんと水、いやいや、そんなことないね。うん、赤と青ね。うん、違うね。それは一緒やって。うん、熱なって、はぁと思って、えと思って、いっぺん戻したら冷たくなって、うん、と思ってもう一回やった。なんかね、時間差みたいなんで、とりあえず、あ、まあええやと思ってギュッてひねったら全然あけえへんなと、まあ いやちょっと水をと思ったらもうめっちゃ冷たいのが来て、うわーと思ってバーって行ったという話やけどね、うん、時間差だったんだね。そうやかもしれん。そうだから、そんなんでね、何の話を7月にしとんねんいう話やけどね。ということでございまして、また来週ゲスト来ますよ。この番組はティーチャーマトのエクスラジオ。 See you。 たまや人混みの中
ずっと繋いでた君